こんにちは、本気塾代表石原です。今日は佐賀県ということで、皆さん佐賀県というとどういうイメージ、ね、持っているかなんですけど、まあ、近くにいる人は、ね、なんとなくわかると思うんですけど、どうしてもですね、福岡県の陰に隠れちゃって、まあ、ちょっとね、あまり派手なものがないというイメージです。この後やっていきますけど、大体農業とかも一番のものが少ないし、人口も実は九州の中で一番少なかったりして、ちょっとね、派手さが足りないので、もうちょっと頑張れるといいなという、場所なんですけど、まあ、その中で覚えるべきことをやっていきたいと思います。お願いします。あ、じゃあ地形図の色お願いします。じゃあまず、地形の関係なんですけど、茶色像ということで、これ何茶色か分かりますかね。やばい例はですよ、地理で一番センスがなくなっちゃう例っていうのは、つくし、つくし山地って名前つくしだろう、だったら福岡県の話だろう、つくしといえばと、ね、だから佐賀県に関係ないだろうと、これが一番良くないんですね。山地、山がですよ、山が僕って名前つくしだから僕は佐賀県にかかんないんだ、そんなこと言ってくれるわけないじゃないですか。ということで当然ね、山はこっち側にもかかってきますから、この茶色い部分はつくし山地があるんだということになります。はい、同じように筑後川ね、名前が筑後というから福岡県だろうと思うかもしれませんが、福岡と佐賀のど真ん中です。県境決めてる川なんで、そもそもど真ん中なんで、筑後川もつくし山地も思いっきり佐賀に関係ある。逆に言うと福岡と、大事な地形の名前は全く同じものになっているということになります。でもちろんここに有明海があったりしますが、それはこの後やっていきたいと思います。はい、ということで、まあ山それなりにあるよということで、まあ、ただ緑も結構ありますよね。そこで何を作るんでしょうかみたいな話です。じゃあ行きましょう。地名のやついきます。昔の言い方が、肥前ということで、まあ、肥後は見たことあるけど肥前見たことないと思うかもしれませんが、昔は全部京都から見て近い方が前で遠い方が後ろなんですよね。ですから皆さん、熊本県が肥後だというのは知っている。ということは京都から見て佐賀の方がちょっと近いから肥前ということになって、まあ、その言い方になります。県庁所在地の名前は県と同じだから特に覚える必要ない。はい、で人口のところは佐賀市、県庁所在地ですね。そして唐津って焼き物有名な、こうなってきます、唐津焼きで、鳥栖はですね、あえて地理で塾とかで勉強しないと知らないかもしれませんが、何が有名かというと、こう九州で交通がめっちゃ発達する。それにはさっき言ったように佐賀県人口少ないんですが、交通の便利な場所として非常に有名です。これは後で読みます。で、まあ、面積はそんな出ることないですが、人口については41番ということで、決してですね、下の方4人とかじゃないですね。人口で、やるときは下の方4人知ってるよね。一番下2人は山陰ですよね。鳥取と島根ですよね。次が、南四国ですよね。高知と徳島ですよね。そこだけ覚えればよくて、別に41覚える必要ないんですが、なんかね、表の問題よく出るじゃないですか。A 県、B 県なときに、九州地方だけで表が出たときに、人口が一番少ないのは佐賀県だからね。いいね。覚えてるかい？佐賀が一番人口少ないんで、その表の問題の時に人口一番ちっちゃいところを見つけたら、こいつ佐賀だっていうふうに見つけることができると。そういうふうにして、この知識は使ってください。はい。では続いていきましょう。はい。地形ということで、まあ、玄界灘、まあ当然これ海の山ですね。灘というのは、まあ受験する人って灘中灘高校って言ったら、日本で一番難しいと言われている学校ですけれども、この灘はそういう意味じゃなくて、海の難所。要するに波とか高くて、まぁ、ちょっと後悔するには大変かもしれないよっていう意味で使われてます。もう本当に波が今でも高いか別論として、そういう意味で名前が付けられてます。ちょっと限界なんだ、この後位置見ましょう。で、つくし山地はさっきも言ったように茶色い部分が、つくし山地だということになります。で、続けてちょっと地図を見る前にその先行っちゃいましょう。そして、つくし山地と同様に福岡県と一緒に持っているものは、筑後川という川になります。となると、筑後川のところに生えているのがつくし平野ですから、いつも言ってるように、川があるところに平野が生えるわけですから、当然、つくし平野も福岡県と一緒に持っている。ということは、いくつ一緒に持つだ？今で3つですね。山地のつくし山地、福岡県で一緒に持っているつくし山地、川の筑後川、そして平野のつくし平野。全部福岡県と佐賀県は一緒に持っている。福岡だけじゃないぞ、佐賀もだぞっていう感じで、押さえてあげてください。で、ちなみに筑後川は別名がありましたよね。筑後三郎って、つくし三郎ということで、三郎というのは太郎くんと二郎くんがいた場合に呼ばれるのが三郎という言い方です。ちょっと来た、来た、来ましたな。よいしょ。太郎くんと二郎くんがいた場合に、三郎と呼びます。まあ別の県の動画でもやってますけど、太郎というのは利根川、坂東太郎と言われる利根川のことで、二郎というのは、徳島県の吉野川。ね、吉野二郎というふうにやってます。
で、なんでこいつら何の男の子の兄弟みたいな名前つけられちゃったかというと、暴れ川ということで、なんかの時は洪水になりやすい川として知られていると。ね。まあ、洪水になりやすいと言うと迷惑にな感じるかもしれませんが、洪水が起きることによって川の中の養分というのは広がりますから、洪水がある意味なければ、豊かな土地では生まれないんで、ですから洪水がいい面もあるけど、まあ、災害の時は怖いぞという話になります。はい。ここまでで、ね、福岡と佐賀は3つも一緒に持ってるんですが、実は3つだけじゃないです。まだまだ一緒に持ちます。有明海。ということで、有明海は実は4つの県で持っている海です。はい。有明海って大体皆さんね、福岡とか長崎とかだけ言えて、その後の佐賀や熊本が出てこないんですが、全部一緒にやってます。はい。で、ですから、有明海よく養殖で海苔を作ってると言ってますが、4つの県とも海苔を作ってます。で、特に佐賀県はなんか海苔が多かったりするんで、まあ、この辺も地図で見てみたいと思います。じゃ地図行きましょうか。よいしょ。はい。で、これ地図なんですけど、まずこれ佐賀県なんですが、これなんだかわかります？結構みんなできないんですよ。はい。これできないと結構まずいんです。実は、福岡県なんです。福岡県、こう来て福岡県、佐賀県にめっちゃ食い込まれて、そしてここにだけ福岡は有明海に面してるんです。ですから、これ見たときには、あ、福岡がちょっとだけ面してるから有明海だなってわかんなきゃいけないんです。OK？ ここだよ、有明海。で、この有明海は見ての通り佐賀県に面している、四国県に面しているし、この境なんだというと、この人たちは熊本なんですね。ですから、熊本にも面している。はい。逆側見ますと、こっち側が長崎県なんで、長崎県に面している。ですから、福岡、熊本、佐賀、長崎に面してて、海苔をたくさん作っている。これが有明海の話になります。OK かな？はい。で、次に、川を福岡と佐賀で完全に持ち合っている。県境なんですから、当然、筑後川はここに流れてる。福岡だけじゃなくて、福岡と佐賀の県境にずっと流れてるということになります。もちろん、何メートルかずれちゃうことはありませんが、あるかもしれませんが、基本的に県境って覚えるのが入試上いいと思います。はい。そして、川があるところに平野が生まれるわけですから、ここが筑紫平野ということになります。ということなんですね。で、それで、福岡と一緒に筑紫山地、山を持ち合ってますんで、福岡と一緒に山を持っているよということで、まあ、山地がこの辺にあると、筑紫山地があると。はい。そして、さらに最後に玄界灘ですが、そっかそっか、玄界灘も実は福岡と共通ですね。海ですから、こっち側ね、佐賀とか福岡の上を玄界灘というふうに言いますから、実はこの海も一緒に持ち合っていると。ということになって、結局福岡とほとんど共通だね。海が玄界灘と有明海。まあもちろん福岡は福岡で別の海があるんですけど、共通の玄界灘と有明海。筑紫山地を一緒に持ってて、筑後川は県境に一緒どころか、お互いの境、全くお互い 150% 持ち合って、平野の筑紫平野があるということで、福岡と地名がほぼ同じということになります。ここまで OK かな？はい。で、あとは市を埋めて、市をちょっと意識しましょう。さっき、鳥栖というのをやると、この後また説明ページあるんですが、鳥栖ってどこにあるんでしょうかというと、交通の用地である鳥栖は、ここにあります。よいしょ。鳥栖市というのは交通の用地として、どのくらい交通の用地になっているかまた説明しますが、鳥栖市はここにあります。いいかな？そして、まあ、焼き物の町でね、まあ、今里とかですが、まあ、これはこの後細かいからまた後でいいと思いますので、とりあえず都市は佐賀市と鳥栖市を意識して、地形は福岡とみんな共通で持ち合っているというイメージをつけてください。はい。ここまでが地形でいいと思います。じゃあ産業行きましょう。農業、一応米やります。なんでってことで、佐賀県米のイメージないかもしれませんが、いいです。福岡の時に死ぬほどさ、塾とか参考書でさ、筑紫平野は米ってやるでしょ。ということは、筑紫平野一緒に持ってんだから、当然佐賀県だと米やります。だって筑紫平野は福岡だけのもんじゃないんだよ。佐賀県のもんだ。両方のもんだ。やります。はい。で、クリーク、聞いたことありますかね。これも福岡県の方で皆さんやっちゃうのかもしれませんが、クリークっていうのは、昔は田んぼの中を、くねくね、
ある水路がありまして、ここで、田んぼの水を使うだけじゃなくて船で、移動していた。つまり生活のために、隣町まで買い物に行くために、この水路の中をくね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 動くというふうな、まあのどかな雰囲気があったんですが、現在クリークあるかというと、古い参考書には書いてますけど、実際には用水路にされちゃった。つまりまっすぐの農業用だけの農業用水になっちゃって、実際はクリークっていうのはほぼほぼないらしいです。まあこれを高地整理と言いまして、高地の形が綺麗になったといえば綺麗になった。田んぼも今までみたいに、ね、田んぼがあって、ここにくね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 あったから、田んぼがこんな斜めになるってことなく、全部まっすぐの田んぼになってきた。まあ綺麗かもしれないけど、ちょっとね、風景とすればちょっと寂しい風景になってきたということになります。これがね、お米の話です。はい。で、じゃあ、お米以外の農業いきますけど、まずね、一言で言いますと、佐賀県ね、どうしてもね、1位になりきれないって覚えておくといいと思います。まあ別の、ね、塾の本にもそうに書いてある本ありますけど、1位になりきれない。例えばみかん、ね、佐賀県結構作ります。みかんといえば和歌山でしょって人もいます。愛媛でしょって人もいますが、実はみかんの4番目5番目って九州連合なんですよ。熊本県長崎県なんです。はい。で、いつでも地理の動画何回も言いますけど、隣の県っていうのは基本同じものを作ってますね。例えば熊本にみかん作ってるのにね、ちょっと超えたからといって隣の県で、あ、みかんが、俺はこっちの県は入りたくない、そんなみかんっていないじゃないですか。普通に種まけば隣の県だったらね、県境ってこの線なんだから、5メートル超えたと同じ地べたなんだから、当然同じものが育つじゃないですか。ということは熊本長崎でみかんが育つということは、ちょっと九州の地図行ってみましょうか。九州全体の地図、熊本と長崎でみかん育てるということは、当然相手の佐賀や福岡だってみかん少しありますよ。ということで、みかんはここ全体で作ってるんです。ただし、まあ佐賀県はどうしてもね、その中でも有名になりきれないというか、熊本や長崎の上に来ちゃいますけど、みかんはみんなで作ってる。さっき言ったように海苔も有明海は4つの県で持ってるんですから、みんなで作ってる。まあ佐賀、海苔が佐賀まあまあ有名ですけど、後でやれるように、実は佐賀県は、それでも海苔に関しても福岡に隠れちゃうんですね。というように佐賀県いろいろ作ってるけど、ちょっと隠れちゃう。そんなイメージで、みかんも押さえていきましょう。で、みかんはそんな話で、次は、はい、玉ねぎ、頑張ります。佐賀県頑張ります。なぜ頑張るかと言いますと、玉ねぎはどっちかといえば、北海道はまあ別格として、近郊農業、つまり大都市に近いところが結構作るの盛んです。例えば、兵庫県なんかは淡路島で玉ねぎを死ぬほど作ります。地図帳を見ても、塾のテキスト見ても載ってると思います。なぜかというと、作った時に大阪や神戸でいっぱい食ってもらえるから。佐賀県も玉ねぎいっぱい作っておけば、福岡でいっぱい作ってもらえるから。あ、食ってもらえ、食べてもらえるから。ということで、近郊農業として、玉ねぎ強いんですが、でもやっぱり一番の北海道には勝てない。はい。小麦なんかも北海道、福岡、佐賀ということで、佐賀県ちゃんと作ってるんですね。はい。小麦はなんで佐賀県作ってるかというと、近郊農業って言い方はあまり小麦は使いません。小麦の場合何かというと、二毛作。要するに夏米を作って冬何作るかとなった時にね、二期作といって米米にしちゃうと、米もやっぱり作りすぎて美味しくなくなっちゃいますから、そうじゃなくて違うものを作ろうということで、それと違うものとして麦を選んで福岡や佐賀が作ってますね。両方ともつくし平野で夏米を作って冬は麦を作るということです。ただこれも一番になれるかというと、北海道にも勝てないということで、頑張ってもね、佐賀県どうしてもね、一番のものが生まれない県なんですね。まあ、これが、農業の野菜の話になります。はい。で、水産業とどうなのかって、先ほど言いました海苔に関しては、有明海ということで、めっちゃ作ってるんです。いい海苔です。はい。佐賀県、福岡県、熊本は長崎に抜かしちゃった。4つの県で有明海を持ってますから、4つの県とも有明海に、海苔を作ることがあります。一方で、海苔といえば、実はライバルは、兵庫県が瀬戸内海で作ってるんですね。まあこれ両方とも作ってるんですが、ちなみに特徴わかりますか？なんとなく覚えちゃいけませんよ。海苔ってどういうところにできるんだろうというと、瀬戸内海は字の通り内海ですね。要するに内側の海です。有明海も外側に面してない内側の海ですね。要するに海苔というのはあんまり波が荒いところが好きじゃない。だから穏やかな海にいっぱい生えてくるというところで、兵庫県プラス有明連合が強いんです。はい。で、実は有明連合の中で1個抜かせて福岡を見たんですが、4つの中で、一番海苔が取れるのは確かに佐賀県なんですよ。やったー、佐賀ようやく日本一のも見つかったじゃんって思うじゃないですか。ね。しかし海苔って取っただけで食えないんですよ。当たり前ですよね。海にあるまま食って多分腹壊すじゃないですか。その海苔をああいう綺麗な形でほら、長方形、正方形に作るじゃん。海苔ってわかる？海にいる時にあんな綺麗に四角になってないでしょ？当然草の状態でしょ？
それを取って長方形正方形直すときに工業的な要素が入るわけですよ。糊のその精製作業っていうか、それになるとやっぱり工場が多いのはどこにやられちゃう？佐賀県さようならってことで、いつもこの人にやられちゃうんですよね。糊は海から取れるのは佐賀県が一番多いけど、海苔として食う海苔になるときには福岡県に負けちゃうということで、福岡県が生産量ということで一番ですね。漁獲量みたいなと佐賀なんだけど、生産量福岡ということで、どうしても佐賀県は一番になる。これが佐賀県のちょっと宿命なんですよね。これが水産業です。はい。で、工業やんねえのかって思うかもしれませんが、佐賀県、さっき最初の頃言ったように九州の中で人口が一番少ないということは、工業としてはそれほどじゃないですね。ちなみに、各県動画で見ますが、九州で工業盛んとこって皆さん大丈夫ですか？絶対皆さん2番目間違えてるんですよ。1番は福岡ですよね。一番有名だし、昔は北九州工業地域が盛んだったと思います。2番、大体皆さんがやるのはね、何やるのかな、なんとなくね、鹿児島とか、例えば歴史上薩摩っていうとすごかった鹿児島っていう人とか、なんか長崎ってなんかちょっと文化的に開けてる感じで長崎とかって人いますが、違いますよ。一見地味に思うかもしれませんが、大分ですよ、大分。まあこれは後でやりますけど、それということで、問題出た時に工業圏って九州表で問題出たら、福岡と大分工業生産額多いところ、即決選べないと間違いじゃないですが、佐賀県はそういう落とし穴もなく、やっぱ工業は盛んじゃない、だから人口も少ない。はい。ただし交通に関しては佐賀県1個だけ売れる。さっき言った鳥栖です。もう一回鳥栖の場所を、あ、見なくていいや。鳥栖がどれだけ重要か、まず高速道路の図で見てみましょう。はい。ちょっと細かいんですが、実は鳥栖どこか分かるかな。こういう出し方したら分かるよね。交通の要衝って言われたらどこ、2つぐらい路線があるところね。下でもいいんだけど、これ佐賀県じゃないでしょ。佐賀県の要衝といったら、佐賀県の要衝どこ、2つ混ざってるところ、まあこれもあるけど、ぶっ太い縦線とぶっとい横線、九州のメジャーな2路線が交わっているところが、ここが鳥栖なんです。つまり、高速使うときに鳥栖で、何こういう、乗り換える、乗り換えって言わないな、車の前に鳥栖で、方向を切り替えることができる。もう鳥栖に行けば、鳥栖まで出れば、こっち側にもこっち側にも行けるってこと、あ、東側にも行けるってことで、めちゃくちゃ交通の良しです。高速に関しては。じゃあ鉄道は入ってないか、鉄道も入ってるんです。お願いします。新幹線です。はい、九州新幹線ね。当然、博多から出発しますが、一つ目、新鳥栖駅です。はい、鳥栖多いね。鳥栖は、交通に関しても、あ、ごめんなさい、車に関しても、電車に関しても、めちゃめちゃ交通の要所です。ね。まあ、それが久留米なんていうのは、福岡県で有名都市で出てきますけど、まあ、ね、知ってると知らない都市もあると思うんですが、とにかく鳥栖は、佐賀県の中で交通がダントツ。というか、九州の中で交通がダントツ。博多の次ぐらいにダントツというふうに、押さえていってください。はい。あとは、伝統工芸ということでね、本格的な工業はちょっとあれなんですけど、伝統工芸はあるよということで、歴史上やってると思うんですが、豊臣秀吉という人が朝鮮に出兵した時に、朝鮮人の、焼き物を作るうまい人を連れ帰ってきた。その人たちの子孫が焼き物をたくさん作っているということで、皆さん塾で覚えさせられるのは唐津焼き、有田焼き、そして伊万里焼きなんじゃないでしょうか。ここで、塾の説明が終わった人もいれば、実質上この2個は同じなんだよと思った人、聞いたこともある人いると思うんで、ちょっと白地図でやっていきましょう。唐津、有田、伊万里という名前をやっていきます。はい。でまず豊臣秀吉さんが、朝鮮から人を連れてきたわけですから、連れてくるときってどこに人がつく、こういうふうに朝鮮の上から来てぐにゅぐにゅぐにゅって、こんなこっちの下から、朝鮮の人やってこないでしょ。当然連れてきやすいところということで、この2つあたりに来るよね。はい。そういうふうに覚えてください。ですから焼き物が盛んな唐津はここです。一方で焼き物が盛んなうち、残りの、伊万里と、そして、有田のうち、覚えてほしい、海として覚えてほしいのは伊万里の方になります。ちょっとこの地図分かりづらいかもしれないけど、伊万里ここだ。はい。じゃあなんで有田かないかというとですね、実はですね、有田焼きというのは伊万里焼きとほぼ同じだというやつ、まあ現在分かれてるのかもしれませんが、有田焼きをここで作って、有田焼きって海じゃないんでね、有田って海じゃないから、有田で作ったものを伊万里から輸出すると伊万里焼きって言ってた時代が長いみたいです。今はもちろんね、違う、ちょっと場所離れてますから違う風に作ってるのかもしれないけど、もともとは有田焼きがこっちから出荷されると伊万里焼き、
っていうふうに言って、呼び方の違いだけだって言われてますんで、まあ、そんな話を覚えておいてほしいことと、要するに両方は場所が近いね。有田は海がないから出荷できないから、海まで持っていくと今になると。で、唐津はそれに対して違う場所。いずれにしろ豊臣秀吉は朝鮮から人を連れてきたんだから上側に来るはずだということで、まあ、これとこれ間違えちゃって間違えるのはしょうがないけど、これをこっち側にやるっていうのはちょっと考えてない証拠だから気をつけてくださいね。焼き物は上の方にやってきたということになります。はい、基本的に佐賀県そんなもんだと思うんですが、ちょっと資料を一応見ておきましょう。みかんのランキングもう一度、はい。まあ、これ見ると佐賀県出てこないんですけど、みかんといえば、和歌山が有名、愛媛も有名ですが、ね、下の方、実は九州連合を並べまして、佐賀県も一緒に作っているということで、いつも言ってるように、地面が続いている場所は海だろうが陸だろう、基本同じものを作ってますんで、まあ、この辺のね、九州の有明海一帯のところで、海苔とみかんっていう感じで覚えておいてもらうといいと思います。最初に言ったようにね、佐賀県どうしても一番慣れないことが多くて、ちょっとかわいそうなんですけど、まあ、それでも頑張ってる分いろいろありますし、都市なんていうのは、交通としては九州ナンバーワンですね。そんな視点で覚えるべきことを覚えてあげてもらえばいいと思います。以上です。